見える買いカメラマガ。 こんにちは。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。いつもですね、YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。で、今回もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。このゼロポイントフィールド側、まあ、素粒子側とこうゼロポイントフィールド側ということなんですけども、そのところでどういうふうにしたら、この意図したらこう物質化するとかっていうところですね。で、このゼロ、えー、意図することと、このゼロポイントフィールド側のあり方というところで、ということで、えー、ね、その、そこのところの解説。で、自分自身 自身がこう素粒子で意図をするっていうこともすごく重要なんですけども、そもそも自分がゼロポイントフィールド側だったっていうところが、まあ、どこまでこう伝わるのかなというところもありますけども、そのところのね、話になりたいと思います。では、画面の共有で素粒子とゼロポイントフィールドということで、公式 LINE 計算からのご質問です。素粒子は、ただその場に点としてこう現れていて、決めたり感じると、その形や事象、現象になりますよと。で、ゼロポイントフィールドは、時間空間を超えて情報が集まっているところと、現時点で捉えています。 で、ゼロポイントフィールドに立って、物事を意図したときに、形や事象が現れる。で意図したとしても、このゼロポイントフィールドに立っていなければ、流れが変化しない。で、村松さんの考えを教えて、えー、教えていただきたく質問いたしましたと。これ非常に非常に非常に深いところで、私自身がこのゼロポイントフィールドを理解しているのかといったら、まあ、体感しているのかといったら、あのー、本当に、 宇宙全部の全エネルギーフィールドがゼロポイントフィールドで自分が宇宙だったっていう,こう感覚っていう側になってしまうので、到底ね、そこまでは全然全然、ね、こう至ってませんし、だからこう、なんとなくこう、こちらのことなんじゃないんかなといろんなものを読ませ,させていただいたり、いろんな方々のお話を聞かせていただいた中での私なりの感覚でもあるんですけども、えー、この場の理論というこの場、素粒子を生み出す側の背景、つまり、 あの、時折お話しさせてもらっている、湖があって、石が入ると波がチャポンチャポンチャポンって出るっていうところで見ていくと、石を入れるイコール素粒子の糸を、フォトンを投げる、で糸をするってことで、このチャポンチャポンチャポンっていう、チャポンの裏側、チャポンを作っている、まあ水と言いますかね、水がこうゼロポイントフィールドみたいなイメージになってくるので、このゼロポイント、ここを自分が意思をします。 で、意をするイコール、この自分で小石をポチョンとこう池に入れる、湖に入れると。それが意図をするので、ゼロポイントフィールド側に立つっていうのは、どういうことかっていうと、自分がそもそも湖だったっていう、湖だったっていうことなので、意図を超えてるっていう側になってくると思うんですね。で、このところは、あの、到底こう説明できるところでもなく、 えー、東大の名誉教授の矢作直樹先生、えー、医学部のですね、矢作直樹先生とこ,なこの間やりそやり,取りさせてもらっていたときに、多次元世界のところは、議論とか説明ではなくって、そこを理解するには、その人個人個人の誤性によると、誤性っていうのは悟りの性ですねさ、悟るに性格の性。 で、語声によると。だから、議論しうるものではないってことをおっしゃったときに、いや、まさにそこだと、説明しうるものでもないと。で、えー、次に出てくるものがですね、倫理法人会の万人幸福のしおりなんですけども、この万人幸福のしおりは、その説明できる資格の人じゃないと説明,でき、えー、説明してはいけないので、説明ではなく、この、そこを読んだところから私の感じているイメージになってくるんですけども、しおりのに説明はまた、ちゃんとその専門家の方によるんですが、 えー、こちらですね。死ぬの17条を初めて読んだときに、うわーすげえと思って、このうちのおばあちゃんが言ってることと同じだっていうのをすごく感動したんでね。117ページかな。第1行目の番書の根源をほにゃららと言うってうところが、いや、すごいなと思ったんですけども、その途中っこにですね、あるところが、この、まあ、しおりの説明の方ではまた違うかもしれないです。私の読んだなりの感覚がまさにここだなっていうのが、 説、まあゼロポイントフィールド側のことを言ってるんじゃないかなという、私なりの観点ですよ。説明を超え、C を絶すると。自分の考えてるところを超えて、感覚の外にある。で、言いようもなく考えようもない。で、言えばすでに違うっていうのがものすごくそこを伝えてるなと思うんですね。で、考えればもうこれと離れると。で、ゼロポイントフィールドって素粒子を生み出す背景なので、波が立っていないスーッとしたところなので、 小石を入れるともう波が立っちゃうので、この側の素粒子側になってしまうので、なので、こうだよね、ゼロポイントってこうだよねってこう言った瞬間に人間の糸を入れちゃうので、もう波が立っちゃうので、もう家が言えばすでに違うってことなんですね。で、こうじゃないってこう考えると、もう自分が人間的なところから石をぶつけるので、そうすると考えると、もう波が立っちゃってるから、もうゼロポイントじゃ、あの、本間のスーッとした ソリューションを生み出す裏側じゃなくなっちゃうということなんじゃないかなということを、えー、おっしゃってます。で、ここの部分はですね、本当にこう議論、説明でも、この到底行き着くものでもなくって、自分のそもそもここ全部、机もパソコンも自分のパートナーも子供たちもお父さん、お母さんも、車も電車も山も地球全部も、太陽と地球の間の空間も太陽の中も全部がそのゼロ、その海、湖側。 ゼロポイントフィールドになってくるんですね。で、そこのところを、この議論でいう説明をするっていうレベルが、まあ、あの、<coughs> あの本当に会花のアドバンスコースぐらい、トレーナー、会科トレーナーのアドバンスコースぐらいがゼロポイントフィールドがあって、こっちだよねっていう説明、あの、仕組みとかになってきて、でそこの体感っていう側が、 本当にアドバンスとかエキスパートコースにこうなってくるので、それはなんでそこまでいかないといけないかっていうと、やっぱり自分発信で周波数を動かして、自分の意識が変わってきたときに、自分のお体の状態とか、自分の家族との関係とかが、あのー、本当に全部自分だったってこう気づいて体感、実践を通さないと。 イコールその人の語性悟りの性、語性によるというので、説明してもその人の意識が伴ってないとへ、変にこう伝わってしまって、で上から目線であんたできてないよねっていう風になってしまうので、人こう意識が至っていないので、到底こう説明しうるものではなく、体感、感覚でしかないんですね。なので、この議論もうかもしれないんですけど、議論だとパラレルが変わっていない、自分の周波数が 変わっていないので、自分自身の日常生活を通して、あり方がね、こう自分の周波数の結果だと、それがもう瞬間瞬間瞬間死ぬまでずっとそうなので、えー、午後の修行って悟りの後の修行、午後の修行っていう、もうずっとずっと悟,悟って一体感を感じた後を、 それ以降もずっとずっとずっと自分をもう整えていくっていうことですねで。そういうふうになってる人たちだらけになっちゃえば、地球は本当にこう平和な状態になってるっていうところを開花がさせてもらっているので、本にこう開花トレーナーコースのベシクアドバンスに入ってきて、アドバンスの上のエキスパートコースで、 言葉を超えた何かがあるっていうことの感覚にこう入ってくるんですね。それも自分の日常をしっかりこう、あの、数ヶ月を通して日常が周波数で動くっていう実践体感を通しさないと、あ、やっぱりそうだった。 でそういうところに入ると言葉を超えて通じ合うっていう風になってくるのでそれが死を絶するといえばもうそれと離れるっていう側の裏側じゃないかなという感じておりますで。私自身も本当にもうとこ到底、あのーね、お坊様の,そあの方々にこうお会いさせていただくとわ ここまでこう深まるんだなと。自分本当にこう理屈理論屋さんだなと。すごくこう感じているので、本当にこう私もく言い尽くせるものではないので、共にこうね、学びながら深まっていきたいと思います。で、本当にこう感覚が、 え根源側だったってこう気づいた人たちだらけにしていくということが、こう、開花のミッションでもありますので、幸福度高い人,人類をですね、どん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 生み出していくというふうに意図しております。ぜひ、このね、えー、学びの方を皆さんが進めていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。